はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、マスオの簡単レシピということで料理をしていきたいと思います。で、今日作るのはですね、僕が最近食べているダイエットスイーツでございます。もうね、すごく簡単なのにめちゃくちゃ美味しいんだよね。ということで今回作るのはですね、材料4つ、電子レンジで超簡単わらび餅ということで、わらび餅を作っていきたいと思います。僕ね、最近こう糖質を取っちゃいけないダイエットっていうのをしてて、で、甘いものに飢えているんですよ。で、このね、わらび餅なんですけど、ラカントっていうね、あのすごく体にいい砂糖みたいなのを使うことによって、しっかりと甘い、めちゃくちゃ美味しいわらび餅、ダイエットわらび餅ができるっていうことなんですよ。もうほんと簡単だから。ということでね、早速作っていきましょう。材料はこちら。では早速作っていきましょう。まずこちら、ラカントっていう甘味料ですね。カロリーゼロ、糖類ゼロの甘味料を小さじ2杯入れていきましょう。1杯2杯。で、これでよく混ぜます。で、続いてがこちら、サイリウムという大箱の粉を 10g 入れていきます。で、このサイリウムなんですが、すごくね、ダマになりやすいので、素早くね、こうかき混ぜていきましょう。はい、よし、すーぐダマになるんだから、この子は。ほらほらほら、こんな感じでね、ちょっとね、ダマになっちゃうことがあるんだよね。だから気をつけないといけないんですけど、今すごい気をつけててもこんぐらいできちゃうんだよな。で、よく混ざったらタッパーに入れていきます。これ最初からタッパーでやっちゃうのもありですし、今回は取りやすいようにね、あのサランラップを敷いています。すんごいブニュンブニュン、もうなんかスライムみたいだよね。で、大箱使ってるんで、こう粉もヘルシーっていうね。はい、じゃーん、こんな風になりました。で、これをレンジで2分間チンしていきます。600ワットで2分間スタート。もうこれだけ。はい、熱していきました。するとこんな風に、あのブヨブヨな感じになります。じゃーん、ということで冷ましたものがこちらになります。ではオープン。なんかこうゼリーみたいになっていますね。で、取り出します。するとすごい、はい、じゃーん、ものすごいプルンプルンになっております。で、これを一口大のサイズに切っていきましょう。横に、わお、プルンプルン。切ることはできるのだろうか。なんかデロンデロン、わお。で、今回ね、わらび餅ってことなんで、はい、このお餅をまずお皿に取りまして、ここにきな粉をまぶしていきます。で、きな粉も大豆の粉なんでヘルシーですね。パラ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 、ちょっと多めにこうね、全体になじませていきましょう。もうこれはね、もうどっからどう見てももうすでにわらび餅ですね、これね。そしてこのようにお皿に盛り付けたら、これでわらび餅の完成です。で、僕はあの甘くして食べたいタイプなんですよね、信玄餅みたいにね。で、このパンケーキのシロップを使います。これがですね、カロリーゼロ、脂肪ゼロ、炭水化物とかグルテンとかシュガーとか全部ね、あのゼロっていうすごく不思議なパンケーキシロップなんですけど、これをですね、かけます。はい、どうでしょうか。これが本当にね、絶品なんですよ。はい、では早速食べてみましょう。いただきます。もう美味しいの確定ですから。うまーい。ダイエットなんていうのがもう信じられないぐらいね、しっかりわらび餅でございます。言わなかったらみんなね、これダイエットって絶対に分かんない。それぐらいのこの食感もそうだし、味もそうだし、全てのクオリティがね、高いです。
で、今はね、わらび餅だったんですけど、他の粉でもね、いろいろアレンジできそうなので、ちょっとね、やってみたいと思います。で、一つ目のアレンジがこちら、純ココアでございます。純ココアってね、甘くなくて結構、ビターな味なんですけど、はい、これをさらっと少しこう振りかけて、先ほども使ったラカントを少量使用しましょう。なんか綺麗じゃないこれ。じゃーん、ココア餅の完成です。甘さがね、どんなもんかね。美味しい。いや、かなり甘さは控えめです。もう少し甘くしたかったらラカントを今のタイミングでもっと入れるか、そもそもこのね、お餅自体にもっと入れるかなんですけど、かなりビターなチョコ餅になってますね。このほのかな甘さがまたいい。もう少しこうまぶしてみました。これだとどうだろう。いただきます。やっぱり甘い方がうまいぞ。で、もう一種類アレンジがこちら、抹茶で作ってみましょう。これはジャパニーズなお餅になるんじゃないですか。まぶしていきましょう。これお茶用に買ったやつですね。わー、結構湿気で固まっちゃってる。で、先ほどと同じようにラカントをまたまぶしまして、いい香りだね、抹茶。うわ、すごい良くない？この色合いが。並べるとこんな感じでーす。ちなみに全種類並べるとこんな感じ。チョコだけちょっと食べ過ぎちゃったな。では、いただきまーす。どうだろうな。これも、ほのかに甘い感じ。お茶あるじゃないですか。茶道のお茶。あれを、なんかね、飲んでるような気分になる。お茶と一緒に飲みたくなりますね。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、超簡単ダイエットわらび餅を作ってみました。めちゃくちゃ簡単ですので、ぜひ皆さんも作ってみてください。参考レシピはですね、概要欄に貼ってありますので、そちらからもチェックしてみてください。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。